こんにちは。はい、今日はねこちらです。時計のお話です。まあちょっと見てわかる通り安価なね時計です。まあ少し前からチープカシオみたいな、名前が、よく聞かれるようになって、まあ昔からねこういうちょっといい、まあ安い時計って言ったら失礼ですけど、まあ何千円かで買える時計みたいなものはたくさんあるんで、その中で自分が今日ちょっと選んだものを紹介するのと、あとまあいわゆるそのチープカシオって呼ばれるようなものから、ちょっと自分が選んだ候補だったりとか、まあこういう時計を買う自分の中での用途だったりとか、そういうところを話していこうと思います。でまあ正直 YouTube でこういうファッションのことを見る人たちは割とこだわってる、何かこう自分で興味があって深掘りしてっていうファッションの楽しみ方をする人が多いと思うので、なかなかこういう時計を、欲しがる人は多くないのかなとは思うので、これがおすすめですよというよりは、まあなんかこういう時計を買うときに安いもんなんだけど自分の中ではすごくこう悩んで、本当1ミリ2ミリの世界ですけど、個人的には結構苦労した買い物というか難しかったなと思って、まあ、この時計のレビューというよりは自分がこう悩んだこの過程をね楽しんでもらえたらなと思ってますので、まあ、動画としては似たような写真がたくさん出てくると思いますので、ちょっと退屈めかなとは思うんですけど、お時間ある方はねぜひ見ていてください。じゃあ一旦このまあ購入したものっていうのは置いておいて、まあ自分が普段つけてるような時計は結構金属系のねキラッとしたものが多いので、まあ G-SHOCK とかでもいいんですけど、なんか少しこう力の抜けたような、まあ、バカっぽいって言ったら失礼ですけど、なんかおもちゃっぽい時計が欲しいなと思ってて、で正直自分の中でのイメージの雰囲気は、こういう、チープカシオみたいなルックスの、アラビア文字で文字盤が白で、で、まあ、ウレタンとかプラスチックとかそういうちょっと金属系じゃない樹脂とかの、ケースとか、そういうものがいいなと思ってて、もちろん1万円以下とかで、絞っても時計なんか今たくさんあるので、全部を把握するっていうのはすごく難しいんですけど、でもなんかこの、ほんと白黒でプラスチックっぽい雰囲気でアラビアのインデックスでシンプルなものがいいなと思ってて、で一番最初にやっぱりね検索して調べるのはチープカシオかなと思って、調べて、でやっぱりイメージ通りね小さいんですよね。その自分が、あこれぞチープカシオの自分のイメージしているアラビア文字のものだっていうものを見つけて、今だと電気屋さんとかねたくさんこう壁にかけてあったりするので、まあこういうシンプルなイメージのものは、まあやっぱりちょっと小さいなと思って、で今僕もねようやく気に入って 36mm っていうのを多用してるんですけど、このザ・チープカシオ僕のイメージしてるものっていうのがやっぱり小さめ、 35mm とは書いてあるんですけど、ケースの薄さもありますし、黒のケースなのでやっぱりこうキュッとねコンパクトに見える、まあ、よく言えばミニマルなイメージだったりするんですけど、ちょっと自分の腕には、ボリューム不足かなと思ってしまって、まあ、そのチープカシオのずらっとね並べてあるコーナーに、まあ、アラビア文字の一回り大きいものがあったんですよね。まあ先ほどのイメージをぐっとでかくしたような感じで、まあそれに合わせてもちろんベルトが太くなったりとかするし、つけた、ボリューム感っていうのはもちろん出るんですけど、ケース径 43mm っていうことで、結構でかい時計も割とこうボリュームのトレンドみたいなのがあると思うので、デカーツブームみたいなものの名残で安価な時計も結構デカめのものがね、多かった時期がだんだん終わってきたかなっていうタイミングなので、ちょっとその名残があるというか若干やっぱデカいんですよね。で自分が探してるのは結構シンプルな文字盤のものなので、シンプルなものをやっぱ広げた分少しこう間延びした印象になってしまうというか、デザイン的にはやっぱり大きいものよりも、キュッとコンパクトな方がデザイン的には美しいなと思ってて、もうほんとこの2つの中間ぐらいのサイズが
あればいいなと思ってて、どっちでもないなっていうのでね、ちょっとチープカシオは諦めようかなと思ってて、でこれも実際検索しようと思うとどう検索していいかわからない。まあもちろんアラビア数字っていうのが一個ね、絶対外せないワードなので、そこだけは、検索でキーワードに入れてたりしたんですけど、あとは本当にもうただ数を見るしかないという感じで、まあ僕も割と見たとは思うんですけど、で調べていくうちにですね、そのチープカシオって調べてた、僕が調べてた範囲には、そんなたくさん出てこなかった、もう一個ね中間ぐらいのサイズっぽく見えるようなものがあって、でそれもアラビア数字の、白文字盤黒ケースのもので、パッと見はね一緒に見えるんですけど、デート表示がついてるものでした。で、ネットで調べた時のケース形で言うと、36ぐらいって書いてあったのかな。なので自分がこう今気に入ってつけてる36ミリケースと同じサイズなので、あこれはいいと思って、それをまた探して、見に行って、で腕に乗せてみたんですけど、やっぱりちょっと小さいんですよね。そのケース形、まあ、実寸はそうなのかもしれないけど、厚みとか色とか素材感とかでやっぱりこう見え方も違ってくるので、だから一番最初に言ったサイズが小で、2番目にそのグッと大きくなったものを大とした時に、まあ、その中間に入る中ではあったんですけど、そんなに中でもなかったというか、割と小に限りなく近い中だったので、これも違うなという感じで、でこれはもう難しいなと思ってて、でもアラビア数字であれば何でもいいかっていうわけじゃなくて、なんかこの黒ケースで安っぽければ安っぽいほど今つけたい気分だったりしたので、まあ価格はなるべく1万円ぐらい以内で買いたいなというので探した時に、ふとねスウォッチにもなんか似たようなのそういうあったなと思って、でスウォッチ見に行って、モデル名で言うとワンスアゲインっていうね、昔からもうスウォッチの定番サイズのすごくシンプルなね、まあ、ほんと最初見せたチープカシオとパッと見似てるようなデザインのものがあって、そのデザインは本当に、先ほどのチープカシオと比べて、そのアラビア数字のフォントだったりとか、文字盤のバランス、まあ、デート機能とかそういうのも多少ね関係するんですけど、まあ、これはこうデザイン的にいいなと思ったんですけど、それはですね小さい方、まあ、いわゆる定番サイズでいうと34ミリだったんですよね。でスウォッチでちょっと薄めのデザインで、腕に乗っけた時にやっぱり小さすぎるかなと思ってしまって、まあ、もちろんそういう付け方もあるんですけど、自分の今ちょっと欲してる雰囲気ではないなと思ってしまって、で横に、同じデザインではないんですけど Twice Again っていうねちょっとこう大きめのサイズで、全く一緒ではないんですけど、大きめというサイズですかね。でそれがねまた41ミリってなってでかかったんですよね。でやっぱりこのシンプルな文字盤ででかいっていうのは難しいなと思ってしまって、スウォッチもデザインはすごく良かったんですけど、もう大きさボリューム感の雰囲気がどっちでもない、もうほんと正直間であればよかったなというサイズ感で、でまあ自分がこう探した範囲だと、チープカシオの3種類と、スウォッチの2種類、まあ大きくくくればほぼ一緒なデザイン、自分の求めてる、ものなので、この中で選ぼうかなと思ってて、で、まあ一番その中での間を取ったものってなると、カシオのこのデート付きのものかなと思って、まあ、これ買おうかなと、まあ安いんでね2000円ちょっとだったりするんで、まあ1個あってもいいかなと思って買う直前に、見つけたのが、この時計でした。これはですねセイコーのアルバのブランドから出てるものです。まあ、セイコーのアルバはねまあいろんなファッションウォッチ出してるとは思うんですけど、なんかここまで安価なものまでやってるイメージがなくて、でネットでこれはまず見つけたんですけど、どう調べてもあんまりこう在庫がなくて、
でネットで本当に品番で探してようやく通販で買えたようなもので、実際これは店頭では見れなかったです。もう賭けで通販で買いました。ということでね、ちょっと開けてつけていきましょう。はい、文字盤とかはねこのような感じです。まあ本当一瞬見ただけだとね、今日ずっと紹介しているものが全部一緒に見えると思うんですけど、これを購入したポイントで言うと、まあケース径が、メーカー表記では 36.5 ぐらいですかね。で、デイ表示、デイト表示がついてるタイプ。このケースの形がですね、普段自分がつけてるケースに近い形状のもの。まあ今日ずっと紹介してきたものは割とこうペタッとフラットな、作りなものが多かったんですけど、これは割と、まあ、いわゆる、まあ、時計みたいな形のケースですね。こうラグがこう張ってる、まあ、形がなんか名前があるのかもわかんないですけど、まあ、そういうタイプになってますね。少し測ってみましょうかね。うん、36.5 ありますね。まあリューズ除くサイズですけど、バンドのラグ幅は 18mm ですね。なので実寸のサイズで言うと、最初に紹介したカシオのものとかと 1mm ぐらいしかあんま変わらないんですけど、まあ、ケースの形状だったりとか、その1ミリが与える影響が結構でかいかなと思います。こう見た感じのボリュームもチープカシオで見てたサイズ感よりはちょっとだけ、大きく感じますね。ちょっとつけてみますね。ちょっと文字盤逆さになっちゃいますけど、つけるとこんな感じです。いいですね。これぐらいのサイズだと本当になんか小さすぎず、程よいサイズ感かな、自分の今の感覚では、つけたかったボリュームに限りなく近いかなと思うので、セイコーとスウォッチは試着してみたんで、実際に乗せてイエスの自分で判断したんですけど、結構ね粘って探してよかったかなと思います。まあ、これ自体にすごく何かを求めるっていうのは難しいですけど、まあ、定価5500円で、ネットで買った時は3800円900円とかだったので、まあ、これで全然十分とは思うんですけど、ただまあすごく大きくこう12時の表示の下にアルバって入るんで、ここの表示が探してたカシオとか、スウォッチとかに比べるとアルバって入ってるのはちょっと他の選択肢の中では一番弱くなってくる条件になるかな、自分の中では。そこはちょっと気になってはしまいましたけど、まあ、せっかくセイコーが作ってるんで、ここセイコーって書いてくれてもまだ良かったかなとは思っちゃうんですけどね。まあセイコーとはちょっとラインを変えてるということで、そこはね、この値段で買うってことはそういうことだよっていう意味なのかもしれないですけど、まあ、とは言いつつ、この自分が欲しかったなんか学校の時計みたいなシンプルな文字盤のこの樹脂ケースのなんか雰囲気、まあもちろん自分が持っている時計のラインナップの中で、着用頻度が高くなるってことはないとは思うんですけど、でもなんかこういうのをつけたい日もねやっぱたまにあるので、本当最初軽いノリで、買うつもりだったんですけど、やっぱりちょっとたくさんね調べて、よりこう自分の理想に近いものっていう探し方をした時に結構大変だったかな。ここ何日間本当に、もうずっと探してたような感じだったので、まあ本当最初に買いかけた、モデルじゃなくてこっちのアルバのものにしてよかったかなと思ってます。まあさっきも言ったみたいに、やっぱりこう同じサイズでも、ね、これとこれなんてケース径一緒ですけど、ほぼやっぱりこの黒のケースの方が締まって見えて小ぶりに見えるかなと思うので、実際のサイズっていうよりは結構着用してみると、あ、思った感じじゃなかったって感じることもあるかなとは思うので、まあできたらねこういうのももちろん試着して買った方がいいですし、まあ安いもんなんでそんな別にそこまでこだわんなくてもっていうところもあるとは思いますし、で自分が使いたいシチュエーションとしては、まあもちろんなんか普段自分がつけてる時計と違うバリエーションつけたいっていう、単純にそれに合わせたいのもあるんですけど、まあ友達周りだったりとか集まりでおしゃれな人たちがこう多い日、そういう日こそなんかこういうのつけていきたいなと思っちゃうんで、まあなんかおしゃれな人たちと会うしなと思って張り切ったコーディネートをした時に、時計までやっぱりすごくね、派手なものつけちゃうとなんか全部うるさかったりとか、どっか一個引き算
強めの引き算したいなって思う時にやっぱりアクセサリーっていうのはすごく大きい比重占めるかなと思うので、まあ、なんかそういう時にねフラットこういうものをつけてるのも一つ自分の見せ方としてはパターンとして欲しいかなと思って、買ってみました。まあ、この時計おすすめですよとか、やっぱりこう人によってこういう時計の、位置づけっていうのはかなり、変わると思うので、今なんかそんな無理やり時計をつけないといけないようなシチュエーションって多くないと思うので、携帯でも時間見れますし、社会人は絶対つけてないとっていうのも昔ほどはないとは思いますし、 Apple Watch みたいなものもあるしってなると、無理やり安いもので済ませようっていう考えもあんまないと思うんですよね。つけないといけないけどこだわりもないみたいな状況ってあんまりなくなってきてると思うので、まあチープカシオもまあ割と女の子だったりとか、あとはイメージ的にミニマリストの人の持ち物とか、まあ、小ぶりでシンプルでっていうところでね、そういうのでは合致してるかなとは思うんですけど、なんか大人の男でやっぱこういう時計をつけるっていうのは結構勇気がいるんですよね。もうちょっとちゃんとしようよっていうシチュエーションもあったりすると思うので、まあ、なかなかこうビジネスっていうところでは使いにくい時計だとは思うんですけど、でタフに遊ぶんだったらまあ G-SHOCK とかね、いろいろ選択肢もある中で、まあ、ちょっとこういうおもちゃっぽい雰囲気の時計、こうマジのファッションに合わせてみるっていうのも、なんか面白いかなと思って、まあ、バリエーションの一つとしてね、購入してみました。まあ、もともと時計好きの人に勧めるっていうのは難しいですけど、まあ、時計自体全くつけないっていう人も今多いのでね、なんかこういうのでもつけてみるとなんか時計楽しくなったりとかするかもしれないですし、まあ、この5000円もいかない時計にどういう価値を見出すのかは人それぞれかなり差があるとは思うんですけど、まあ、時計の性能云々、メーカー云々除いてすごくプロダクトとしては綺麗だなと思うので、まあ探し始めの時はあったら楽しいかなぐらいだったんですけど、なんかいざこうやってつけるとなんかやっぱり新しい時計っていうのは嬉しいのでね、早速明日ねつけてみようと思います。まあ、最初も言ったみたいに1万円前後の時計なんか今本当にたくさんありますし、単純に時間を見るだけの機能で言えばそんなに高価なものじゃなくても全然成り立つので、本当楽しみ方というか、その人がこう時計に対してどのようなモチベーションがあるのかとか、そういうのはもう本当にいろいろなので、なんか金額の幅がありすぎてね、動画とかで扱うのもやっぱり時計って難しいんですけど、でもなんか僕みたいにこうごちゃっとしたファッションをする人間でもこういうのがねちょっとオプションになったりとかバリエーションの一つになってくれると、まあ、ほんとちょっとした買い物だけどテンションが上がったりとか、なんか自分のこう気分を満たしてくれたりすると思うので、個人的にはすごくねいい買い物したなってなんとなく思ってます。まあこれ購入するまでに紹介した何点かも、デザイン自体はかっこよかったし、サイズさえ合えばっていうところだと思うので、まあチープカシオだったりスウォッチは割といろんなところで手に取れるかなと思うので、電気屋さんとか行った時にね、あこれなんかビベカが言ってたやつだなみたいな感じで意外と見てみると面白くてね、ノリで買ってしまってもいいかなぐらいのものもあったりすると思うので、まあちょっとね他のお買い物ついでに覗いてみてください。はい、ということで今日はこちらのね、アルバの時計を紹介しました。今日もありがとうございました。